はい、皆様こんにちは。それでは今回はですね、老人ホーム入居についての、お金、大切な入居時のお金についてですね、ご説明をさせていただくことにしましょう。まず老人ホーム入居につきまして必要なお金といいますのがね、まず一つ目が入居時に必要な入居金、入居一時金という、記載もありますが、その入居時の費用がまず一つ。それともう一つですね、月々に必要な月額利用料。ですから、この入居時の費用と月額利用料、この二つのお金がですね、必要になってまいります。それではまず一つ目ですね、この入居時の費用、入居一時金について、簡単にご説明をさせましょうか。この入居時の費用といいますのが、入居一時金がゼロから、それは、はたまた数百万円、数千万と様々な金額が設定されておりますが、なぜこのような価格の差が出ているのかと申しますと、具体的に例えば建物のスペックや、あと立地条件、あとはその、各施設ごとでサービスをされているその内容に、応じてですね、やっぱり様々な価格差が生まれているのは現実でございます。サービス内容といいましても、やはり例えば、看護師が24時間置かれているのかとか、様々なリハビリテーションやその他のサービスが充実しているのか、そういったことによって様々な価格差が生まれているというのはやっぱり現実でございますね。あと、その入居金といいますのが、この初期償却ということで、様々なパンフレットにも書かれているんですが、その入居金というのがよく聞かれるのが、この入居金を例えば1000万円払うとします。その1000万円もう返ってこないんでしょうかと。そのようなご質問を、よく受けるんですが、この入居金の償却について、簡単にご説明しますと、例えば、そうですね、わかりやすいように入居金が1000万円の施設があると、まず仮にここでご説明しましょう。その入居金の1000万円のうちですね、30% のお金が入居と同時に初期償却という名目で施設側にある意味持っていかれます。差し引かれるんですね。ですから1000万円の 30% ですから、約300万円。そのお金は入居と同時に施設側に償却、持っていかれますよと。で、残りの700万円を、これも平均的なんですが、大体5年、月に直すと60ヶ月なんですが、5年をかけてですね、その残りの700万円を均等に差し引いて償却していきますよと。そういったのが、大体、大まかなその償却のシステムになっています。ですから、例えば仮に、入居時の、今申し上げた通り、初期償却 30% のお金が施設に持っていかれて、5年をかけて残りのお金が、全て償却されますよというシステムだといたしますと、仮に、何らかのご理由で2年半でご退去をされる場合には、その700万円の半分、350万円はお客様のお手元に返還されるといった、そういった、決まりが定められています。ですから、5年以内に退去をされる場合には、そのような割合でお客様のもとへ返還をされますし、あと5年以上ですね、入居者様がご存命をなさって、また入居を継続される場合には、改め5年を経過された後に、また入居金になるものを追加で、請求されるということはほとんど行われていない状況ですので、それは詳しくは各施設ごとで確認が必要ですが、まずその5年を経過した後に、またさらなる5年分を、請求されるということは行われていないのが現状でございますので、詳しいですね、そういった入居金のシステム、また入居償却期間等は各施設ごとによって若干異なりますので、それはご確認いただくのが賢明かと思います。はい、そしてあともう一つ、必要なのが、月々に必要な月額利用料についてですね。この月額利用料に含まれているものは、大まかに申し上げますと、家賃相当額、お家賃ですね。それと、管理費、食費、水光熱費、こういったものがほとんど含まれているものが記載されています。施設によってはその水耕熱費を含んでいますよといった施設もありますし、含んでいない施設もありますので、これは各施設ごとの、パンフレット等をですね、熟読なさってご理解いただければ幸いでございます。で、この月額利用料の、記載されている金額なんですが、例えば、月額利用料が20万円という記載がされていると思います。
そうするとその20万円を払えばその方がもうそれ以上は月々払わなくていいのねということでは実は違うんですね。この月額利用料以外に必要なお金というのが、介護認定を受けられてその介護保険の1割の自己負担金というものがそれぞれ発生します。要支援1の方から要介護度5の方が、までですね、月々、払わねばならないその自己負担金1割とですね額が違いますので、それはそれぞれ皆様で介護保険でいくら1割の負担金が必要なのかというのを、おしゃべりください。まずその介護保険の1割負担金がまず別途必要ということ、それとですね、あとは、医療費、医療サービスを受ける場合にはもちろん医療費も必要になってきます。あとお薬代も必要でしょう。あとはおむつが必要な方でしたらそういった消耗品代、趣味嗜好品代も必要でしょう。そういったお金が含まれておりませんので、例えば20万円という記載があったとすれば、それ以外にだいたい実費として5万円前後のお金が具体的には必要になってくることが想定されます。ですから、月額利用料が20万円という記載がもしあったとすれば、それ以外にだいたい本当にひっくるめて5万円前後のお金が実際に必要なのねといった解釈をなさっていただいた方が賢明かと思いますので、その辺はですね、またその月額利用料、そもそもそのお金に含まれているサービス内容というのは、これが各施設ごとに若干異なる場合もございますので、これも各施設ごとにですね、パンフレット等を熟読なさったりですね、各施設ごとにお問い合わせいただくことが必要かと存じます。あと最後にですね、その入居時の費用、入居金というものは必要な額面とお支払いいただく時期というのが明確ではありますが、月々に必要な月額利用料と言いますのは、その方のお体の状態であったりとか、その方がご存命の限りいつまで払うのかわからない、つまりその方のお体の状態によっても変わりますし、いつまで払い続けなければならないのか、これは誰にもわからないことなんですね。ですからその辺をですね、やはり皆様の大切なその資産含め、またその親族の方々がね、どういった助けを皆様が手を差し伸べて、その入居様のそういった入居金資産を守っていくのか、その辺をご検討の上ですね、決して無理のない資産、そういったお金のプランニングを立てていただいて、マッチングを図った施設をですね、いろいろと探してご検討いただければ幸いかと思います。以上でございます。